リジナルなのかな。ロンジンだね。いや、オリジナルっぽいな。オリジナル？当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ロンジンだね。いや、オリジナルっぽいな。オリジナル？ロンジン、そう、不動なんです。不動で修理依頼に入ってきました。オリジナルなのかなと思いつつ触ってますが、ちょっとね、どういったものなのか見ていきましょう。さあ、オリジナルか。多分ね、エタが入ってるから、オリジナルじゃねえか、これは。これはオリジナルだな。オリジナルだ。そう、本物でしたね。全くもって美しい。ロンジンは装置グループ参加ですから、おそらくエタ236とかなんでしょう。全くそれと同じですが、この飾りというのかな、ものすごく美しいね。本当にこれは美しいな。まあ全く動いてない。どんなの？引っかかってる。引っかかりだ。わかるかな。引っかかってるな。プルプル状態だ。なんかこういうの結構あるな。ほら、おそらく添付のフリースのその位置が悪いと思うんだよ。なのでいいな、オリジナル。いくらで買ったんだろう。なんか安かったって言ってたよ。めちゃくちゃいいじゃん。本物だよこれ。エタだね。エタ236とかそれ系だよな。やはりオリジナルいいね。これはいいな。ちょっと待って、ね、多分ね、切り替え車も重いって言ってるのは、これは特性の問題だから問題ない。ちょっとゼンマイの巻きが重いって言うんだけど、これはね、エタ系とかのちょっと特性なんだよね。切り替え車はどうしても2つあるから、そこのあのね、重さというか、そういうのはどうしてもあるから。そう、巻いた時の重さはやはりね、このエタの特有の症状というよりは、エタ特性、ムーブメントの特性ですね。ちょっと若干重くなるんですよね。切り替え車が2つ、まあ、噛み合わさってるもので、ちょっとそこが重くなるような傾向にありますのでね。まあ不具合ではないですが、若干後でね、オイルだけ挿しておきましょう。見てみ
は問題ないんだよ。これはね、全く問題ないわ。オイル差します。オイル差しておく。組で直るわ。組直しで直る。これでね、ちょっとね、乗せていきましょう。そう、パッと見た感じっていうんですかね、まあ問題なさそうなので、とりあえずこれで一旦組んでみます。組んで動けばこれでまあオイルを刺していくといった感じですかね。でまあタイムグラファーに乗せて調整という感じ、流れになっていきます。もう動きたがってる、もう動きたがってる。もう来た、動いた、来ました、動きました。やはりきっちり動いてますね。動きました。パキンと動いてますね。もう電報の伝った状態からかなり動きたそうな感じが出てましたので、まあ、動くだろうなとは思ってましたが、これでまあタイムグラファーに乗せてみてどういった感じになるか。この電報の動きを見てると全然悪くないからね、良さそうだよね。よかったね。ではこのまま行きましょう。ではこのタイムグラファーを見ながら調整した時のこのタイムグラファーの動きというものを少し見ていきましょう。 6.1 波形は 5.6。 いいね、波形が少しばらつきがなくなってきたね。ほんとね、この幅とこの幅です。この幅とこの幅、この幅を詰めていくような感じです。それだけ今開きがあるってことはね、どうでしょう。あ、狭くなったね。わかります。ほら、この幅とこの幅狭くなりましたね。ってことはこれも下がってきます。肩振りも下がってきます。左右均等になり始めてます。ちょっと見てみましょう。そうすることによって、わかる？心拍も大きくなってくるんですよ。少し回復してきて、ほら、3まで来ましたね。要は肩振りがずれていたことにより、大きくこの左右差が生まれることによって心拍も小さくなってきちゃうんだよね。2.9、もう少し行きましょう。同じ方向に。さあ、どうでしょう。あ、かなり小さくなりましたね。わかります、この感覚。ここでここの感覚がもう狭いですね。かなり来ましたね。ここでここ、ほら、幅が狭くなってるでしょ。こういう幅が多分1台に行きますね。1、多分肩振りが1に行きます。1まで下がるでしょう。ほらな、下がったな。そうすると心拍もまた回復してきました。200度を超えてるから、まあまだ大丈夫でしょう。まだ1台なので、0.5 以下にまで持っていきたいと思います。ここまで来ると少しずつです。あら、もう差がないですね。一本線になりつつありました。一本線になりつつありました。他にこういったところにばらつきがある。これはどっかノイズが入ってますね。なんかこれ引っかかりとかがあるんですよ。ゴミとか何かが混入してる跡だと思います。それか俺が喋ってるのに反応してる、このポツポツ、これは多分ノイズです。ちょっと黙ってみましょう。俺が黙ってみましょう。ほら、1切りましたね。どっかしらちょこちょこっとノイズがあります。どっかやはりなんかゴミかなんか混入してるね。もう今オイル挿したのでだいぶ馴染んできていいんじゃない。あ、 0.3 まで来ましたね。このノイズはやはり俺の声に反応してます。少し黙ります。どっかしらなんかノイズがやっぱりあるね。ちょっとノイズがあります。ノイズというよりなんか、なんていうかな、やはりこういったところ引っかかりとかオイルのないそのあれがちょっと影響してるかもしれないですね。もうちょっと馴染めばそのノイズも消えるかもしれないです。
ここにもオイル差します。自動巻き機構ですね、ここにオイル差していきましょう。ここはちょっと1段階固めの、粘度が高いやつを使用します。いくらだったんだろうこれ。いいなぁ、めちゃくちゃ良くない？これいいなぁ、いくらしたんだろう。いいなぁこれめっちゃいいんだけど、めっちゃいいの買ったなぁ。いくらだったんだろう。一応これ買ったって言ってたからなぁ。羨ましいな、これはいいやな。これは羨ましいです。いやー、またオリジナルを触らせていただきありがとうございます。ウンジはあれですね、エタなので、エタ酸化なのでね、エタムーブメントを使用しております。正真正銘のエタですから、長持ちはするでしょうね。パーツもたくさん豊富ですし、これもね、好きなブランドの一つです。あの、俺エタ系好きですから、俺エタ系好きなんで、俺エタが一番いいと思ってるからな。いやー、よかったね。よし、じゃあね、稼働テスト入っていきましょう。いやー、いいな、マジでいいじゃんこれ。ということでね、またオリジナルを触らせていただきました。ありがとうございます。この依頼はもともと動いてなくて、で買ったけど動いてないということでね、まあ、その購入者からのやり取りを聞くと、なんかオーバーホールが必要みたいなことを言われたらしいんですよ。まあ、オーバーホールで動くだろうみたいなことを言われたらしいんですが、開けてみて、ああ本物だと思って、またその時気づきましたね。本物でしたね。いや、いいなぁ、今回のもいいね。いい時計だったなぁ、綺麗だったなぁ、今回のもいいね。いやいや、今違う、その話をしてない。何の話したっけ、また忘れたよ。なんだっけ、オーバーホールがオーバーホールが必要だって言われてたんですけど、要はテープのフリーシがアンクルにはまってなかったんだよね。プルンプルン状態です。多分外れたんでしょう。ショックが加わったか何かで多分外れた感じですね。で、まあ裏蓋にはおそらくオーバーホールの時期の、オーバーホール時の日付の記載があったので、そんな古くなかったので、きっちり組み直してあげて、で再びきっちり動いてますね。結構このショックによるあの外れとかもあるから、だからやっぱり機械式時計は本当にショックに気をつけてください。相当に気をつけてください。本当にあの日々の作業、日々の生活の上で、まあ時計はするもんですが、本当にショックっていうのがかなりあのこういった不具合を起こす原因になります。本当にあの気をつけてください。今回はまあ組み直せばよかっただけの話ですが、致命傷になる場合もありますから、本当にショックっていうのはかなり気をつけてあげてくださいね。
では今回はちょっとねタイムグラファーの様子長く表示してみます。あれは調整しております。もうカメラが1個しかないもんで、このタイムグラファーしか映してないですけど、調整してるんですよ。調整してる、その調整のタイムグラファーによる変化の具合をちょっと見せていきました。要はあの幅でもってあの肩振りの幅がこう表示されていくんだよね。あとはこういう波形とこういう波形と遅い速い、これが日差ですねっていうのが、まっすぐパーンとなってれば日差がゼロみたいな感じですね。あとはこの動き、これでもってこの時計の具合を見ます、これが波打ってると非常に良くない状態ですから、そうなるとオーバーホールも必要になってきますけど、今回はその割にね深刻も結構あるし大丈夫。あの最初ね片振りが 9.x だったんですよ。 9.x で169度ってなってたんで、あこれ多分あれだなと思って、深刻も片振り調整で復活するなと思ってたんですよ。なんとなくこう見てれば分かる感じなんで、復活するだろうと思って、まあ案の定復活しましたけど、でまあ 0.3 ぐらいで推移してますね。で日産も一桁台だからまあいいんじゃないですかね。で深刻も200度260いくつもまでなってましたから、まだオーバーホールは全然大丈夫だと思います。まあ、オイルもね開いたついでにオイルも差しておきましたから大丈夫かなと思います。いやしかしいいね、綺麗だったな、綺麗な時計でした。ね欲しい欲しいなと思ってたもん、思いながらねやってました。いや綺麗だなと思った、あれ、ね、久しぶりに欲しいと思ったな。グラッときたねあれ、あの時計。ロンジンはスウォッチグループ参加ですから、エタです。エタが入ってますね。スウォッチグループですから、エタはスウォッチグループですから、あといろんなのがありますね。スウォッチグループ参加は、まあ、ロンジンにしろハミルトン、あとオメガとかティソもそうですね。ティソもスウォッチグループ参加ですから、あの辺の時計は全部エタが入ってます。あでもまあスウォッチグループ参加ですねの時計はやはりコスパに優れてます。本当にコスパに優れてますから、安いだけじゃないんですよ。やはりエタを使ってますから性能もものすごくいいです、あとやはり修理がやっぱりしやすいってことが大きく言えますね。そのエタ問題が勃発してから、ね、昔エタを使ってたところはエタがパーツすら出さないって言ってますからね、相当怒ってる。まあまあその話は後日しましょう。ライブかなんかでね飲みながらぜひしましょう。でね、まあ今回はロンジンのそのね、あれいつの時計なのかな、結構古いのかな、意外と安く手に入れたって言ってましたから、いやいい時計だよ、いいなと思って、綺麗でしたね本当に。ね、いやいい、なんだろうな、まだここにあるんですよ。あのね、シンプルなんだよね、シンプルでさ、このシルバー一色で、いや、なんでこんな美しいんだろう、なんなんだろうな、これ。こういうの、そのさ、たたずまいっていうのは、この、あんまりね、日本ブランドには、日本メーカーにはないこの感じだよね、このシルバー一色でも、この、なんだろうな、綺麗なたたずまいをこう出せるっていう、このスイスブランドならではの、このね、気品がここにあるような感じがして。いやこれは欲しいなと思ってね、ちょっと探してるんですけど、なかなか同じの持ってないんだよねいやこれはいいなと思ってますけどね、いいな、綺麗だ、本当に綺麗な時計だな。これどんなあれかな、どんなベルトをつけるんですかね、それによってはまた違うよね。まあこのままで来たんですよ、このままで依頼が来ましたから、このままでこうベルトはねない状態で来ましたから、どんなベルトをつけるのかによってまたその表情がガラリと変わりますからね、またね依頼者さんのところに戻って、それがまた楽しみでありますよね。どんなベルトをつけるのかな、それによってこうかなりねセンスが問われますよねということはね、まあね人それぞれですから、自己満足ですからね。いやでもね、いい時計を触らせてもらいました。これはねちょっと欲しい、欲しいよこれ。こんなのもあるんだな、綺麗だな、ものすごくシンプルでね、いいな
なと思って、この派手さがないこう気品漂うこの時計ものすごくいいな、本当にいいなと思って、いやいいな、実際こういう風になってくるんでしょうね、うん、時計やはりね、いろんな派手な時計バッて最近はねでかくなってたりもしますから、そうするとちょっと秋が来ちゃってね、意外とこういうふうなシンプルの方が飽きないのかなって最近思い始めてます。シンプルでね、小ぶりとまではいかないですけど、ある程度のまあ小さめのサイズでこうね腕の中にすっぽりと収まるようなこういったシンプルな時計がきっと秋が来ないんでしょうねっていう、最近ちょっとそういうふうに思ってるんですよね。いいものをねまた触らせていただき、うん、若干これはね硬いのは切り替え車が2つついてますからね、板特有の症状ですから、症状というか特有のねあれですからね、気に焦らずにまたね、まあ、オーバーフローが必要な時はぜひ依頼してください。いいものを触らせていただきありがとうございます。ということでね、こういったね修理依頼なんかインスタ、ツイッター、そちらに受け付けております。そちらにメッセージを飛ばしてください。メッセージ飛ばして気長にお待ちください。こういったね日々の作業なんかもインスタ、ツイッター、そちらによくアップしておりますので、フォローも合わせてよろしくお願いします。本日も貴重なオリジナルを触らせていただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。シンプルでいいよ、いいよこれ。最後にでは。